昔々あるところに名前のない怪物がいました。怪物は名前が欲しくて欲しくて仕方ありませんでした。そこで怪物は旅に出て名前を探すことにしました。でも世界は広いので、怪物は二つに分かれて旅に出ました。一匹は東へ、もう一匹は西へ。東へ行った怪物は村を見つけました。村の入り口には鍛冶屋がいました。鍛冶屋のおじさん、僕にあなたの名前をください。名前なんてあげられるものか。名前をくれたらお礼におじさんの中に入って力を強くしてあげるよ。本当か？力が強くなるなら名前をあげよう。怪物は鍛冶屋の中に入っていきました。怪物は鍛冶屋のオットーになりました。鍛冶屋のオットーは村一番の力持ち。でもある日、僕を見て、僕を見て、僕の中の怪物がこんなに大きくなったよ。バリバリ、ぐしゃぐしゃ、バキバキ、ごくん。お腹のすいた怪物は、オットーを中から食べてしまいました。怪物は、また名前のない怪物に逆戻り。靴屋のハンスの中に入っても、バリバリ、ぐしゃぐしゃ、バキバキ、ごくん。また、名前のない怪物に逆戻り。カリウドのトマスの中に入っても、バリバリ、ぐしゃぐしゃ、バキバキ、ごくん。やっぱり名前のない怪物に逆戻り。怪物はお城の中に素敵な名前を探しに行きました。お城の中には病気の男の子がいました。君の名前を僕にくれたら強くしてあげるよ。病気が治って強くなるなら名前をあげる。怪物は男の子の中に入っていきました。男の子はとても元気になりました。王様は大喜び。王子が元気になった、王子が元気になった。怪物は男の子の名前が気に入りました。お城の暮らしも気に入りました。だからお腹が空いても我慢しました。毎日毎日お腹がペコペコでも我慢しました。でもあまりお腹が空いてしまったので、僕を見て、僕を見て、僕の中の怪物がこんなに大きくなったよ。男の子は王様も家来もみんな食べてしまいました。バリバリ、ぐしゃぐしゃ、バキバキ、ごくん。誰もいなくなってしまったので、男の子は旅に出ました。何日も何日も歩き続けて、ある日男の子は西へ行った怪物に出会いました。名前がついたよ。素敵な名前なんだ。西へ行った怪物は言いました。名前なんていらないわ。名前なんてなくても幸せよ。私たちは名前のない怪物ですもの。男の子は西へ行った怪物を食べてしまいました。せっかく名前がついたのに、
名前を呼んでくれる人はいなくなりました。ヨハン、素敵な名前なのに。